こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、富士ドリームエアラインの ERG175 の5号機をシルバーを紹介したいと思います。アルチン今FDA の ERG を集めてます。コレクションの1号機ですね。で、ドリームレッドです。で、2号機のライトブルー。で、4号機のグリーン。で、今回は15機のシルバーです。今回は170ですね。はい。おー、いいですね。はい、4機目です。セムのラインナップは16機ありますけども、はい、今回は4機目ですね。おー、はい、300分の1です。モデルプレーンですね。でも、はい、F、規格は、製造は F といいです。まあ、速眼と同じ書き方ですね。おー、これですね、全部。おー、この色があります。で、今回はシルバーですね。では、早速開けたいと思います。じゃあ、開けましょう。はい、123。おー、シルバーです。おー、15機のシルバーです。機体番号は J10FJ、富士ドリームエアラインですね。おー、これいつも通りですね。あの、飛行モードと、はい、着陸モードですね。あの、初期モードです。で、ギアです。あとは、スタンドですね。おー、かわいいですね。いいですね。4機目。では、開けましょう。はい、おー、今から開けたいと思います。はい、これですね。おー、まず、はい、タイム。おー、ERG175 です。JA10FJ です。おお、いい、綺麗ですね。キラキラして、おー、シルバーらしい。下こうなります。顔がいいですね、ERG。ちょっと小型キーですけども、結構かわいい。はい、形状もすごく気に入ってるし、ウィングレットもついてます。イエーイ。はい、では、これからちょっと、チョキモードにちょっと組み立てたいと思います。はい、はい、ランディングギアを取り付けました。おはい、チョキモードですね。かわいい。はい。JA10FJ は2016年に受領されて運用開始されました。はい。まだまだ新しいですね。で、2020年、昨年度、青森県と年民のライツ契約を締結しました。青森産の米をPR して、することになりましたですね。で、機体番号の名称は晴天の霹靂です。その青森さんの米ですね。おー、で、機内のヘッドレストにこうその晴天の霹靂が書かれてあります。いいですね、かわいい。おー、じゃあ、はい、スタンドもあります。後でつけますね。では、今からターンテーブルで紹介したいと思います。はい、富士ドリームエアラインズの ERG175 です。重工機ですね。シルバーです。おお、かっこいいですね。結構輝いてるんですね。この塗装は。
では今からクッコのプジジュラまで展示したいと思います。はい、クッコのチョキジョのプジジュラまです。 FDA の AR-275 ですね。15機です。今チョキ中です。はい、今から飛行中のジュラマスク展示したいと思います。はい、飛行中のフジドリームエアランの15機です。ランディングギア全部外しています。以上です。アリシンちゃんでした。今回はフジドリームエアラインの ERG175 15機のシルバーを紹介しました。はい、これです。よ、結構綺麗な塗装ですね。光ってるシルバーです。今青森県でネーミングのライツを契約締結中ですね。青森さんの米を、まあ、PR をしてます。頑張ってはい、現役です。2016年にから運行は、開始しました。ぜひ、はい、これからも日本の空で、はい、たくさん飛んでるように頑張ってほしいですね。はい、はい、これでアリキンの FDA の旅客機のコレクション4機になりました。まだ、12機もあります。これからもちょっと集めていきたいと思います。ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。